本日1本目のゲーム何ですか。はい、本日の1本目はマーベラス AQL さんの戦乱神楽バーストグレンの少女たちでーす。もうすっげーぞー。まずはプロモーションビデオをご覧ください。ボイン。グレンの少女たち、テレビアニメ化企画も進行中。あの大人気爆乳ハイパーバトルの第2弾が登場。私たち5人を華麗に操って、さらに激しくセクシーに、スピード感あふれる爽快アクションを体験できるわよ。前作では語られなかったもう一つの戦乱神楽、今回は私たちヘビ女子学園メンバーから見た全く新しいストーリーを楽しめるわ。新キャラクターも登場しますか。私たちヘビ女子学園の鈴音先生ですわ。悪と善、壁と光、相反する二つが交錯するとき、物語は私たちがあんな軟弱な連中に負けるわけがないだな。私はこれどこまで読めばいいの。ちょっと二人とも、台本にないことを言わないでくださいまし。今回もナベルパートとアドベンチャーパートを採用してますが、これで私たちの今までに伝えきれなかった様々な感情や思いが皆さんに知ってもらえると思いますわ。でもいつもヘラヘラ、台本なんて普段読めんし。そしてアクションパートもさらにパワーアップ。新技や生まれ変わった秘伝忍法に熱く胸が盛り上がるアクションボイスが増えて、さらに爽快さもアップ。ギッタギタにしてやる。台本なんかなくてもいいじゃないの。それに巻き込まれて私も調子を狂わされてしまうし。ここか。で、いや、無視すんな。ごめんね、ミレイ。そろそろやっぱりみんなお待ちかねのこれよね。コスチューム破壊。激しく交差する少女たちの儚い散り際、いやドキドキするわ。今回は更衣室が待望の 3D 対応。私たちの可愛いコスチューム姿がもっともっと堪能できるわよ。先着購入特典は少女たちの極秘対応。さらに胸躍るドキドキのセクシーハイパーバトル。さあ、私たちの戦いを楽しみにしてくれ。戦乱神楽バースト、グレンの少女たち、8月30日発売予定。命がけで取りに来な。マーベラス AQL。 さあ、それではね、PV 明けということで最初のゲームに参りましょう。はい、1本目はマーベラス AQL さんの戦乱神楽バーストグレンの少女たちとなっております。紹介していただけるのはこちらの方々です。はい、皆さんこんにちは。マーベラス AQL 爆乳 PR の森です。今こんにちは。はい、こんにちは。はい、はい、こんにちは。お願いします。はい、よろしくお願いします。森さん、お久しぶりですよね。お久しぶりです。はい、よろしくお願いします。はい、そしてこんにちは、爆乳アシスタントの相葉です。好きな食べ物は太巻きです。よろしくお願いします。さあ、私たち爆乳三姉妹がお届けします。なんかカサ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 音鳴ってるし、バレる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 。ちょっとそれ何入れるの。いや、重たいわ、肩が凝るわ、本当に。もう、あ、うちの奥さんも言ってた、そんなこと。え、肩凝るって。もうまず言うよ。そう、名人の奥さんは何カップだっけ。F、うん、F カップだよ、うん、本当に、うん、人類の敵である。確か F。はい、はい、それじゃあですね、早速ですけど、このカグラですね、まあ皆さん分かってると思うんですけど、どんなゲームなのかちょっと教えていただけますか。はい、ですね、先ほどの PV にも、昔だった今俺聞けたら。はい、先ほどの PV にもあった通りですね、はい、戦乱神楽バーストは、前作の戦乱神楽の、アスカたちの敵であった、ホムラ、蛇女子側の、物語になります。はい、でストーリーとかですね、新しく
そのヘビ女子側に、追加されたのはもちろんなんですけれども、新しい、新キャラクターですとか、あと新しいコスチュームなんかも追加になってます。でアクションに関しても 前作はすごく爽快だっていう風な評価をいただいていたんですけれども、それがパワーアップしまして、はい、でより爽快になってます。すごい。これ新 BGM ですかって書いてありますけど、これ新 BGM なんですか？新 BGM ですね。おさすが、ね、もう分かってる人いる。さすが、嬉しい、ね、何気に新 BGM かこれってね、うんうん、そうなんです。で前作の戦乱神楽もそのまま入っていますので、はい、でその前の戦乱神楽をプレイしていない方でも全然楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います。なるほどなるほどなるほど。カサカサうるさいなってます。あすいません。名人も入れ知事すればよかったと思う。やだ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 、グロいグロい、ちょっとグロい、めっちゃかっこいい、いてうわそうですね、プロデューサーの、ニューニューの方がちょっと今日来れないということで、あそうなんですね、私が代理で、はいはい、バクニアシスタントということで、プロデューサーさんの名前がニューニューさん。はい、ニューニューです。すごいね名人。でも名人は大きくない方がいいんだっけ、ね、いや普通でいいですよ。僕のね一番最初に付き合った女の子が、うん、本当になかったんですよ、はい、高校2年生ぐらいで、それよりはやっぱりあった方がいいかな、うん、A とか B でもいいから、うん、まあ G とかあれば最高だな。じゃあ今日良かったね、うん、これ今日はいいですね。私たちもこんなですし ね、はい、ただちょっとそろそろ撮りますか、カサカサうるさいってマイクが音を拾ってるっぽくて、ね、ちょっともうさっきはコメントでさ、姫痛々しいとか姫が痛いとかさだって本当ムカつくんだけど、本当姫の場合は行かないでとか、姫の場合はスペシャルで別のゲームを思い出しちゃうでしょ、持ったやつ。そうだよ、行くよ。あ、ちょっと見えてる見えてる、ちょっと見えてる、ダメ、なんだ今の、あ、見えてる、ちょっと本当よ、本物なんだから、ゆめちゃん、ゆめちゃん、ちょっと何パンあったかさあ、いいよ、本物ですよ、はい、不正はございません。じゃあ早速ですけど、ちょっとゲーム画面の方を、ね、見ながら説明していただけますかね。はい、じゃあゲームの方に行きましょう。じゃあまずはどうしましょうか、私がやっていいですか。はい、はい、じゃあやらせていただきます。はい、じゃあ最初はどこら辺からいきますかね。はい、ツインビーでボインビーって言ったよね、ボインボインボインって出てくるって聞いたよね、ツインビーでパロディエスとか言ったよね、パロディエスね、パロディエスボインボインボインって突っ込んでくるやつ言ったよね、あ、はい、すいません、失礼しました、はい、はい、これで進めますね、はい、これで、はい、大丈夫です、ヘビの方を選ぶわけ、最初にヘビ女のストーリーか、半蔵のストーリーか、はい、じゃあちょっと画面を切り替えていただいて、はい、じゃあ画面の方お願いします。お、始まった、ボイスもね、豪華ですよね、ね、これはね、皆さんに見てもらってるのは 3DS の、上の画面です。ただ放送上ですね、立体視はできておりませんので、うん、立体ではありませんけども、これ 3DS でやったらすっげえ立体なんですよね、はい、そうです、ぜひ 3DS で見てみてください。というか 3DS 以外で動かないですよこれすいません、動かないです。最初のオープニングはちょっとね、普通オフにしてる人もオンにしてね、立体視をね、そうですね、見てほしいですよね、これね、飛び出すおっぱいを見ていただければ、すごい、なんかちょっといきなりなんかボス戦みたいな感じ。これはチュートリアルになるんですか、最初の方は。チュートリアルの前になるんです、チュートリアルの前、のオープニング、ネタバレってことじゃないんですよね。これがオープニングですか。はい、あ、もう動かせる、はい、自由に戦ってください。はい、オープニング、あ、痛い痛い痛い、あ、違う、あ、クロロームね、あ、痛い痛い、バトル、はい、四角がジャンプ攻撃でした。サーブが、あ、間違えた、 Y がジャンプ攻撃、 X が強めの強めの攻撃、バツがジャンプで、はい、で、A ボタンがダッシュ、 B がジャンプ、ジャンプ、はい、緑のサークルが出たときに、A ボタンを押すと進撃が、あ、画面上今の緑のやつのときに A ボタンを押していくとどん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 追加されるんですか、はい、おー、飛んだ、はいはいはい、わかるよね、オープニングですからね、うん、
その他は、左はアナログスティックと十字は両方使えますか。はい、あと L ボタン、R ボタンは何か使いますか。はい、L ボタンはこの後のチュートリアルで多分体験していただくんですけど、忍び転身という普通の状態から必殺技が使えるような感じで変身できるようになる。あ、変身するときに、はい、じゃあちょっと早速チュートリアルの方ね、行きましょうかね。あと、まあ、ここの画面はね、買ってから見ないようにと。これオープニングアニメです。すごい。ちょっとこれはあと20秒くらい見ましょうか。ちょっと急に目つきが変わって。あのね、俺をかぶせなくていいから、みたいな。かっこいい。あと大体今回はこんなもんですかね。じゃああとオープニングは皆さん買ってから楽しんでいただいて。あ、そうですか。オープニング僕なんでオープニング見たいでしょ。見たい。ね、見たいよ。じゃあ見ようか。わあ、すごい。爆乳だけじゃなくて一人だけちょっとささやかな方もいらっしゃいます、ね。チッパいるんだ。はい、チッパってるの。よく見ていただけると。あ、ちっちゃい。ちょっと探してみてください。ちょっと言い方がひどい。ちょっと姫良かったのかマジでどうしてたけど。なんていうキャラですか。未来ちゃんで、このミライちゃんゴスロリの格好した子。あ、ゴスロリの子はスパイなんだ。スパイなんだ。カシちゃん今回予約取った表紙。あ、人気投票で1位になりまして。あ、嘘。すごい、爆乳ゲームなのに貧乳キャラが一番ってすごいね、はい、人気が。いや、だから爆乳だからいいってこっちゃないんだよ、キャラクターは。あ、そういうことなんですね。全体的なスタイルってあるじゃないですか、うん、そうですね。アップにしないで、アップしないで。あ、始まりました。これは2年前の出来事、うん。あ、こういうアドベンチャーパートも、はい、アドベンチャーパートとノベルパートとアクションパートです、うんうん。で、今回は前作で敵として登場したヘビ女子学園のメンバーが主人公なので、前回は描かれなかったこのメンバーがどうやって出会ったとか、まあ、どういう生活をしているのかとか、日常もかなり深く描いてます。なるほど、なるほど。じゃあなんかすごいボリュームですね。そうですね、うん、美女編と半蔵編それぞれ70クエストあるので。70クエ、はい、それぞれ70クエストで140。そうですね、たっぷり楽しめていただくと思います。すごい。これやっぱ声優さんの有名な方ですよね、はい、有名な方です、うん。例えばこの緑の髪の毛の日陰ちゃんは白石涼子さん、うん、はい、でこっちリボンの子が豊口めぐみさん。あららら、豪華な、たっぷりボイス入っているので、うん、はい、オープニングも豪華でしたけどね。ねえ、うん、オープニングがね、本当にアニメっぽかったよね。今言うなっていう感じだけど、言うのは遅いとっていう感じ。サボってるわけ。もう今日の修行なのか。修行なのか。あ、お姉様がね。このキャラ、鈴音先生という本作で登場するキャラです。おー、なんかすごいセクシーじゃない。すごい胸元アピールしています。鈴音先生、当然足なんかガーターみたいな。はい、ガーターベルトです。女教師といったらメガネで、なんかこういう男のロマンを詰めたらしいです、ニューニューさんが。あ、男のロマンを詰め込んだんだね。メガネが映してどうするんだよ。名人、男のロマンのこの女教師はどうですか。いや、いいですよ。だからね、この頃ね、メガネキャラをね、ちょっとメガネキャラがメガネ半分落ちてるじゃないですか、うんうんうん、あれってどう見ても老眼ですよね。普通に見え、おっちゃんがこんなことやったら老眼でしょ、うんうん。まあ、そうなるよね。アクションパートです。あ、チュートリアルだ。はい、チュートリアルです。Y でジャンプ攻撃、X で強行攻撃、 B でジャンプ中、はい、各種攻撃が B でジャンプ中にも行うことができる、はい、ジャンプをしながら攻撃ができます。はい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 、わかりやすいですね、はい、じゃあ弱連打して強みたいな。そうですね、 YYYX みたいな、ね、連続で当てることを連戦と呼び、はい、要はヒット数をいっぱい増やせばいいってことだよね。なるほど。基本的には操作を簡単にして、アクションが苦手な方でも楽しめるようにしています。なるほど、なるほど。
A を短く押すとショートダッシュ、 A を押し続けると高速で走ることが可能。ショートダッシュは無敵時間がある。これだ。あ、攻撃判定がある。あ、そういうことね。うん、あ、簡単簡単。うん、緑枠がついている技を敵に当てた際に押すとキャラクターが敵を追撃。空中での。ああ、なるほどね。ボタン連打してるときに緑のサークルが出るので、それが出たら A ボタンを押す、したら追撃が、ね、前作よりも動きが速くなってるな。やっぱり速くしてます。速くしてますっておかしいな。キャラによって特徴があるんですけど、はい、このキャラは割とスピードタイプのキャラなんですよ。なるほどなるほど。で R でリミットブレイク、敵の攻撃を受けてる間でも使用可能で、発動中はダメージを受けない。陣地的な攻撃なので、敵に囲まれた時とかにもう回避用に使っていただけると。か L ゲージを L 忍法ゲージが溜まった状態で忍天使、忍び天使ですね。忍び天使、はい。A と Y 同時押し必殺技の秘伝忍法、あ、変身だ。あ、これが変身、ここ3ゲージで見れるので。あらまあ、はい、やれやれやな。これはけしからん。忍び戦士をすると秘伝忍法っていう必殺技が使えるようになります。秘伝忍法、これお、あ、はい、かっこいいね。すごい刀だね、今のね。切られたら痛そうな後ろ側で。任務開始に L と R を同時すると、衣装を脱いで自身を強化する命がけモード状態を発動可能です。攻撃力や移動速度が爆発的に上昇しますが、防御力は極端に。あー、なるほどね。普通だと攻撃を受け続けると衣装が破れて水着姿になるんですけど、はい、命がけモードだと自分からもう服を脱いじゃって最初から水着姿で戦うので、あの攻撃力がすごい上がるんですけど、防御力が衣装ないので低いっていう。なるほどね。あの、だから鎧を着てるやつが重たいと言って全部脱いで脱ぎ捨てて戦うみたいなもんだ。そうです、覚悟を決めると言いますか。覚悟を決める、はい、あ、ちょっと待って。みんなはさ、初めから水着なのとさ、途中で脱げてって水着なの、どっちがいいんだろうね。難しいな、これ。じゃあアンケートいきますか。アンケートしかねえ。アンケート取る？取ってみようか。初めから水着か。最初から水着と破けて水着になる。すげえくだらないアンケートだね、これ。もうちょっと後ほどあのアンケート取りますからね。今ちょっと急に言ったんで、文章を入力しなきゃいけなくてね。命がけモードは割と上級者向けなので、はい、最初はもしかしたら普通の人の方がいいかもしれない。なるほどね。そうか、当然だから今まで5発受けてたものは200くらいでダメだったりするわけですね。うわ、気持ちいい。破けて一瞬これかっこいいよ ね、 いいね。うん、秘伝忍法も全部で3種類あって、はい、これが普通の地上で繰り出す秘伝忍法と、もうちょっと強力な秘伝忍法と、あと今回新しく空中で秘伝忍法が出せるようになったので、今回のスキルポイントなんで、なるほど、スキルとして、はい、ちなみに体験版とかあったりするんですか？はないです。ないですか？はい。あ、でもすぐ始まりますね。もうすぐ始まるんで。見て、ヒット数490とかいった。おお、さあ、どうや、じゃあちょっとアンケートいきます。どうや、こんなアンケートすごいね。どっちがいいですか？1番初めから水着、2番服が破けて水着。どっちがいいんだろうね。あ、みんな、あ、2番、3番ゆちちだって。ちょっとねえよ、入れてません。ないのは言わないでください。本物です。バレツです。
はい、じゃあそろそろ集計いきまーす。集計ドン80、今回の神楽に合ってますね。そうですね、破けていく方がいいんですが、はい、87.9 ってすごい数字ですよこれ。なんかさ、洋服が破れるっていうとさ、リュウコの剣を思い出さない？あーね、そうね、リュウコの剣だよね、脱衣といえばね。脱衣といえば麻雀だけどな、本当麻雀じゃないから。脱衣といえばリュウコの剣って出る？出る出るで、一般常識だよね、脱衣といえばリュウコの剣は。テストに出る？テストで。じゃあ俺0点だよ。雑いといえばだって。あ、じゃあ年いくつですかだって。え？誰？いい服を決めてくれ。誰だろう。誰だろう。でもなんかいろいろあのシンプルですよね。あ、なんか着替えてる。あ、更衣室があってそこで服を着替えることができます。更衣室。あらま、はい、から。まあ。今回の更衣室は 3D で、はい、前作はちょっと 3D で見れなかったんですけど、今回から対応どうするしています。みんな喜べ、更衣室が 3D。 もうみんなみんな好きね。コメントから白すく水着ありますか？ねえよ多分。あ、あります。え、あるの？はい、あります。え、あるんですか？すく水ありますよ。あの白と紺とあとその他、白すじゃないすく水は何種類かあるということです。別に良かったね。いや別に俺は、良かった、良かったね。名人が大興奮しております。名人やった爽やか、爽やか。昨日の吉田選手のガッツポーズがさ、かっこよかったんだよ。こう勝った瞬間クッ、綺麗だわ。衣装を変えるとこういう風にアクション中も新しい衣装です。あーあー、なるほどなるほど、はい。じゃあダメージ受けていくとこの衣装が破けていくんですか？そうですね、バーが3本あると思うんですけど、はいはい、その一番下の青いバーが服のマークがあるんですけど、そこがあの衣装ゲージって言いまして、あのバーが全部なくなるとビリッコ、ビリッコ、はい。ちなみに真ん中に、真ん中はあの忍び転身、忍びの L を押して、はいはいはい、はい、今光ってるんですけど、あ、来た、はい。じゃあ一番上がヒットポイントですかね、体力。消しから、ちょっと今見えた、今いろんな衣装着せてます。やるか、コミコさんの。あらま、え、インポをやると衣装が変わる。そうです、あのより強く、あ、忍び装束っていうの。制服よりも巫女さんの方が上なんだ、このゲームの中では。はい、制服水着忍び装束っていうのがあって、制服水着忍び少女、あ、少女名人忍び装束、忍び装束、はい、忍び幼女じゃないから、ほんとに覚えちゃったもん、シャーマンでしょ。何忍び幼女も。あ、で今あの緑のゲージが光ってるので、あの必殺技が出せるようになります。この空中で浮いてる時に、あのさっきの LY、これが空中秘伝。あ、空中秘伝違うんだ。あの真ん中の緑のゲージがいっぱい、かっこいいじゃん。新技です。はい、ねえ、気持ちいいよこれ。多分相手死んでた、下蹴りだった。ジャンプしてる時にあの下のキーと X ボタンをこういう風に上から下へ強襲攻撃っていうのができるようになって、はい、それも前作でなかったので、はいはいはい、途切れずにより爽快感のあるアクションが楽しめる。あ、今の牛乳パックで体力回復と、はい、結構アイテムって落ちてるもんですか？そうですね、経験値がアップする巻物とか、はい、あとあの人工ゲージが溜まるアイテムとか、はいろ、はいろ落ちてます。なるほど。なんかスクール水着の敵がありゃ、名人、ね、痛い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 。あ、でもこれ聞いていいのかな、前回え赤切りやすい、ね、破けた破けた。えちょっとコメントちょっとごめんね。うわー、すげえ、痛い痛い、すごい巨大なのは中ボスという感じの存在ですか？中ボス、でかい重なんですか？いやいや、でかっ、え、
ばい。っていうかこっち上破けてます今。下が破けてるんだ。やばい。あ、痛い痛い痛い。やっぱりほら上はさ、あの巨乳だからクッションになってるんだよ。だからダメージ受けづらいんじゃないか。そう。そうなったらもうボロボロになる。これ洋服はどうやったら破けるんですか。あの青いゲージが全部なくなったら破ける。もうすぐで破ける。ちょっと姫、あっ攻撃にしないでくれ。ちょっと、あっ、来た、消しからん。後がないぞ、後がないぞって言われるともうこれ以上破けないので、もうあとは体力が減るとゲームオーバー。ああ、なるほど、失敗ですね。任務失敗。なるほど。ウェイ、そんせい、けしからん、きた、レーズン喜び、あ、やったー、これだけ倒せた。あー、気持ちいいわ。人生で今度ちょっと一度はやってみたいじゃないね。本当だよ、こんなのがあったらどうしよう。すごい、でもね、すごいあのシンプルですね、はい、四角、あの Y が、うん、あの弱で、で Y 連打して X で強攻撃で、はい、最後上げて、うん、エリアルレーブみたいな感じで、で、なるほどなるほど、 A で追っかけて連打して落とすみたいな。で、 A が回避もしてくれるから初心者の人は A 連打だけでも結構いいですよね。そうですね、うん、いいですね。いやー、ちょっと残念ですが、そろそろ告知の時間に。残念だわ。はい。あの右と左かなりサイズ違うんだけど。そう、やだ。ちょっとパンがなくなっちゃったから。はい。じゃあちょっと告知をお願いします。はい。戦乱神楽バーストグレンの少女たち8月30日発売となります。はい。まだ多分間に合うと思うんですけども、先着購入特典がついてます。はい、あ、そうだ、実物持ってきました。出来たてほやほやの先着購入特典です。はい、はい、重たい。あの CD が2枚組なので。 あ、この子じゃん、はい、一番人気の貧乳の子、はい、チッパイの子。あれ、あれ、あれ、ちょっと戻っちゃったね、毎回詰めて出ろってコメントひどくない？本当にひどいんだけど、許せない、本当に、ね、あ、ほら、ちゃんとキャラクターの紹介が見開きで、ね、設定資料が入って、あ、設定資料なんですね。あとは今まで公開したイラストを詰めていたりとか、はい、あとはドラマ CD とサウンドトラックが2枚ついているので、うん、はい、すごい、すごいお得です。これはまだ間に合いそうですかね。あのお店さんによってはもしかしたらなくなってるところもあるかもしれないんですけども、はい、数量限定なので、あのぜひ探し求めていただきたい。なるほどなるほど、はい、うーん、はい、じゃあ皆さん探してみてください、はい、それからなんか店によっても、あ、そうです、特典が違うとかって、はい、店舗別特典がありますね。ちょっとここには、はい、ちょっとその元になってるイラストをさっきちょっと私いただいたんですけど、こ、はい、寄って寄ってって、ここちょっとちょっとちょっと、すぐに iPad に入れといてよかっただろうとかって、そういうのね、はい、お店によって書き下ろし特典がたくさん、これ危ないですよ、これ危ないですよ、このイラスト危ないですよ。そうですね、あ、ギリギリの投稿、ギリギリアウト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 、これアウトアウト、アウトでしょこれ。ほらちゃんと隠してるよ。アウトアウト。これ重力ってすごい。ニコニコさん的にオッケーか、これ。これゲッチャアカウントバンされるよ。まあね、とりあえずな、ゲッチャアカウントバンされるこれ。公式なのに。バンされる。アウト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 。アウトアウト、これゲッチャ。これはだってビーチでじゃれ合ってるところ。ゲッチャ、ゲッチャ来週からなくなっちゃうなくなっちゃう。公式なのに。公式なのに。公式バン来るし、はい、これ。はい、これはどこら辺で、ですね、はい、書き下ろしの特典がアニメイトさん、あとイマジンさん、 HMV オンラインさん、あとゲーマーズさん、ソフマップさん、あとトレーダーさん、古本市場さん、メディアランドさん、ワンダーグーさんでつきます。あと他にもいろいろグッズがあるので公式サイトに全部載せているのでご覧ください、はい、はい、詳しくはホームページですね、はい、
それからあとカフェですか。はい、ちょうど10日金曜日、今日から、胸躍る戦乱神楽期間限定メニュー。ちょっと何これ、今日から9日間ですね。だからこのイラストをイメージして作ったドリンクがこれだ、はい、ドリンクじゃないです、あのジェラートとソフトクリームです。もうちょっとこれ言いすぎだよ、これちょっと、あのすみません、ちょっと一言言っちゃっていいですか。はい、だからコメントでこれはひどいとかね、日本は平和とか、はい、秋葉原のカフェユーロさんで展開してます、はい、でオリジナルメニューの乳乳ジェラートと乳乳ソフトを頼んでいただいた方には、うん、あのさっきのシールですね、シール、あ、これですか、はい、特製ステッカーをプレゼントしてます。すごいでこれ貼る場所問題ですね。はい、期間中はあのドリンクカップも全部かぐら仕様に、これですね、これが19日まで、はい、そうです、はい、ぜひ行ってみてください。ね、はい、まあ暑いのでね、はい、嬉しいですよね、はい、はい、ということで他にまだありますか、告知の方が、はい、あります。来週13日の月曜日にあのウェブラジオで原田ひとみさんと北村えりさんが、うん、パーソナリティをしていただいている戦乱神楽のニューニューラジオっていうニューニューラジオあるんですけど、それをニコニコ生放送で配信することが決まりました。なるほど、はい、で今あのお便りを番組のメールアドレスにお便りを送っていただいた方の中から抽選で豪華声優陣さんのサイン色紙をプレゼントする企画がありますので、皆さんぜひお便り募集中です。どしどしお願いします。はい、頑張ります。これちなみにいつなんですか、このニューニューラジオは。13日月曜日の8時からです。来週ですね、はい、月曜日ですね、13日月曜日、はい、皆さんチェックしてみてください。お願いします。さあ、そして告知の方がまだありますかね、はい、同じくニコニコ生放送であのゲームの学校という、はいはい、番組で、うん、あのガッチマンさんという、あ、ガッチマンの番組だ、はい、おなじみのゲッチャにも結構来てもらってるんですよ、ね、はい、そのガッチマンさんにこの戦乱神楽バーストをプレイしていただくというガッチマンも好きね、もう多分ね、にもガッチマン残ったからですね、あのよだれ受け持ってかないと大変なことになりますよ好きね、ガッチマンもうね、僕以上ですから彼は。本当ですか。本当にね、あの衣装は危ないですから、はい、今日みたいなことはしない方がいいと思います。わかりました。じゃあパンは封印します。はい。はい。はい。とは、はい、最後のまたありますか。はい。最後のお知らせなんですけど、はい、この戦乱神楽があのめでたくテレビアニメ化が。あ、すごい。ありがとうございます。大丈夫ですか。大丈夫。かなり深くないと。そうですね、まあ、あのまだ詳細はそうですねそうですね、あのすみません、かなり深くないとして、わかりますか、いや、あの、はい、わかりますか、はい、大丈夫です、はい、あの、コミケ今開催されてると思うんですけど、はいはいはい、もう公式サイトあるよって、あ、そうです、公式サイトがオープンしてまして、あ、上出てますね、はい、はい、あ、あれこれ上をね、クリックするとね、URL 開くんですよ、これ、うん、そうなんです、ね、みんなの前でクリックしてください。はい、どんどんどうぞ。アニメ化ということで。あ、そうですね、うん。今開催中のコミケのメディアファクトリーさんブースで今アニメの PV を公開しています。日程、あ、会場だ。これは違いますね。会場で PV を公開していて。はい、なるほどなるほど。2013年放送予定です。はい、はい、うん、こちらの方もね楽しみですね。はい、よろしくお願いします。でもオープニングのアニメからすごかったからね。ね、うん、あの期待できますよね。そうです、うん、あのオープニングアニメを作ってるところがこのテレビアニメも作る。なるほどなるほど。うん、はい、ご期待ください。はい、今後期待でございます。ということで今日本当にありがとうございます。ありがとうございました。本日戦乱神楽バースト紅蓮の少女たちを紹介してくれたのはマーベラス AQL の爆乳コンビのモリーさんでした。ありがとうございました。いやー、でも楽しそうなゲームで、こういうゲームがやっぱり増えていくといいですね。コンシューマー業界も安泰です。こういうゲームとは、あのやっぱりゲームとしてちゃんと楽しさが伝わってくるゲームってあるじゃないですか、うん、確かにね、キャラクターは別としても、はい、うんうんうん、あのね、操作も簡単だからこれだから、うん、あのキャラはちょっと男の子大好きなキャラだけど、ゲームシステムはねすごい女の子にもやりやすいシステムだと思いますね、うん、これあの、うんうん、
データでもらった時分かんなかったんだけど金額だ、うん、金箔。そうそう金箔でね。私さこのシステムでさ、うん、イケメン版出してほしいな。お願いしよう。バーメラさんお願いします。揺れるところはないです。いいんだよ揺れるとこなんかなくていいんだよ。別に女子はそれ求めてないからさどこが揺れるのかなとか言って、ね、はい。まあでも本当楽しかったです。皆さんぜひちょっと遊んでみてください。チェックしてみてください。はい。